こんにちは。皆さん体調はいかがでしょうか。午前中、議運に参加されていた方はお疲れ様でした。また、この議案説明の後、会派代表者会議をZoom上で行いますので、会派代表者の皆さん、または傍聴される方は接続をそのままにしておいてください。さて、本日は第2回定例会へ向けて新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から先日の臨時会同様に議案の説明を事前にオンライン会議を通じて行っていただくことになっております。執行部の皆さんにもご協力いただきましてありがとうございます。この後各議案について説明をいただきたいと思います。議員の皆さんに申し上げます。はじめの数十分は議員の皆さんの顔が見える状態でZoomを進行させていただきたいと思います。その後はこちらでビデオはオフにさせていただきます。また本日に議案の説明の様子はZoomからライブ配信で YouTube 上で公開いたします。後ほど確認できるようになりますので、聞き漏れなほどはそこで確認するようにしてください。それでは藤井市長、よろしくお願いいたします。4万9000世帯のうち約1万8000世帯の皆様について給付金の給付が完了しております。今後も一日でも早く市民の皆様に特別定額給付金をお届けすることができますように、職員一同一丸となって事務手続きを進めてまいります。さて、この度の定例会は議員の皆様からご提言をいただきました新型コロナウイルス感染症への対策にかかる交付金をはじめとした議案のほか、議会初日から選議として議案の審議をお願いする案件を提出しております。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げ、私からの冒頭のご挨拶をさせていただきます。それでは議案の第31号から第48号までの18件を一括いたしまして提案理由のご説明を申し上げます。まず議案の第31号、取手市税条例の一部を改正する条例についてであります。本件につきましては地方税法等の改正を踏まえ、次の5点について必要な改正を行うものです。1つ目は未婚の一人親に対する税制上の措置および家父控除の見直しを行うものです。2つ目は軽量な葉巻タバコにかかる紙巻タバコの本数への換算方法について2段階での見直しを行うものです。3つ目は低利用地低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を創設するものです。4つ目は新型コロナウイルス感染症等にかかる寄付金税額控除の特例の適用ということですが、これは新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントを中止などした主催者に対しチケットの払い戻し請求権を放棄した場合に寄付金の税額控除の特例が認められる制度を創設するものです。5つ目は新型コロナウイルス感染症等にかかる住宅借入金等特別税額控除の特例の適用で、住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化等に関しまして、所要の整備を行うものでございます。以上のとおり、
本条例の一部を改正するものであります。次に議案第32号取手市都市計画税条例の一部を改正する条例についてであります。本件につきましては、地方税法が改正されたことに伴い、飲料する条項の整備を行うため、本条例の一部を改正するものであります。次に、議案第33号、取手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであります。本件につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染して、世帯の主たる生計一者が死亡した場合や、当該感染症の影響により収入が一定程度減少した場合等に対する国民健康保険税の減免についての特例措置を講ずるとともに、地方税法の一部改正に伴い、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得にかかる国民健康保険税の課税の特例に関する規定を整備するため、本条例の一部を改正するものであります。次に、議案第34号、取手市介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。本件につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染して、世帯の主たる生計一者が死亡した場合や、当該感染症の影響により、収入が一定程度減少した場合等に対する介護保険料の減免についての特例措置を講ずるため、本条例の一部を改正するものであります。次に議案第35号、取手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。本件につきましては、本条例の基準となっております内閣府令の改正によりまして、地域型保育事業所を卒園した後においても引き続き教育または保育が受けられる場合には連携施設の確保が不要とされたことを踏まえ、本市におきましても当該府令基準に基づいて同様の措置を講ずるため、本条例の一部を改正するものであります。次に、議案第36号、取手市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。本件につきましては、本条例の基準となっている厚生労働省令の改正により、地域型保育事業所を卒園した後においても、引き続き教育または保育が受けられる場合には、連携施設の確保が不要とされるとともに、保育者の保護者の疾病等の理由により、家庭での養育が困難な乳幼児に、居宅訪問型保育を提供できることが明確化されたことを踏まえ、本市においても、当該省令基準に従い、同様の措置を講ずるため、本条例の一部を改正するものであります。次に、議案第37号、取手市営住宅条例の一部を改正する条例についてであります。本件につきましては、公営住宅法が改正され、入居者が認知症等である場合の収入申告の義務が緩和されたことを踏まえ、収入申告をすることが困難な入居者について、所得情報の閲覧等により、市が収入状況を把握して、入居者の収入実態に応じた家賃とすることができるようにするとともに、民法の改正を踏まえた連帯保証人の保証上限額、いわゆる極度額の設定、明け渡し請求の際の適用利率の改正、その他、所要の整備を行うため、本条例の一部を改正するものであります。次に、議案第38号、取手市建築審査会条例の一部を改正する条例についてであります。本件につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、
急を要する場合であって、災害の発生、感染症の蔓延等の理由により、会議を開くことが困難であると考えられる場合に、特例措置として書面による審議を行うことができるうち、建築行政の円滑な執行を図るため、本条例の一部を改正するものであります。次に、議案第39号、取手市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。本件につきましては、本条例の基準となっております厚生労働省令が改正され、これまで都道府県知事及び政令指定都市の長が行っていた放課後児童支援員の認定資格研修を中核市の長も実施することができるようになったことを踏まえ、本市においても当該省令基準に従い同様の措置を講ずるため、本条例の一部を改正するものであります。次に議案第40号、指導路線の廃止についてであります。本件につきましては、開発行為により道路としての形態を有しなくなった指導路線を廃止するため、議会の議決を求めるものであります。次に議案第41号、指導路線の認定についてであります。本件につきましては、開発行為により市に帰属した道路について、指導として認定するため、議会の議決を求めるものであります。次に議案第42号、一社総工区第19号、営外区造成工事、その3、請負契約の締結についてであります。本件につきましては、取手駅北土地区画整理事業の駅前交通広場の整備にあたり、営外区を一時的に暫定交通広場として利用し、合わせて将来の土地利用を図っていく目的で、地中に損地された規制の杭を撤去するため、本契約を締結するものであります。次に議案の第43号、二社総工区第1の1号、営外区造成工事請負契約の締結についてであります。本件につきましては、取手駅北土地区画整理事業の駅前交通広場の整備にあたり、営外区を一時的に暫定交通広場として利用し、合わせて将来の土地利用を図っていく目的で、地下2階までの構造物および地中に損地されている規制区域を撤去するため、本契約を締結するものであります。次に、議案第44号、取手市立宮和田小学校校舎体育館大規模改造工事請負契約の締結についてであります。本件につきましては、取手市立宮和田小学校の老朽化した校舎、並びに体育館の大規模改造工事に加え、一部非構造部材の耐震対策を行い、安全かつ快適な教育環境の整備を行うため、本契約を締結するものであります。次に、議案第45号、くぬぎ消防署大規模改造工事契約の締結についてであります。くぬぎ消防署庁舎は、建築後36年が経過し、老朽化により屋根、外壁、空調設備等に不備が生じていることを踏まえ、大規模改造工事を行い、災害時の活動拠点としての防災施設体制の強化を図るため、本契約を締結するものであります。次に議案第46号、災害対応特殊消防自動車の取得についてであります。取手消防署に配置されております消防ポンプ自動車は、運用開始から23年が経過をし、経年劣化が見られる状況となっております。大規模化、多様化する災害や事故への対応に加え、地震等による
広域災害への対応も求められております状況におきまして、さらなる装置の充実を図り、緊急時における迅速確実な消防活動をもって、市民の安全を図る目的で、最新の機能を配置した車両に更新するため、本契約を締結するものであります。次に、議案第47号、私有財産の処分についてであります。本件につきましては、旧戸頭終末処理場跡地の土地、残存建物等私有財産を売却することにつきまして、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものであります。次に議案第48号、令和2年度取手市一般会計補正予算、括弧第3号についてであります。補正予算の規模は、規定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ6億9172万1000円を増額し、予算総額を487億875万8000円とするものであります。今回の歳出予算の主な補正内容といたしましては、大きく2点ございます。まず1点目は、新型コロナウイルス感染症対策事業であります。今回、国の緊急経済対策において創設された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、さまざまな独自施策を実施いたします。まず、生活支援策といたしましては、子育て世帯に対して国の支給とは別に、所得制限のない給付金を給付し、一人親世帯にはさらに追加給付を行います。また、小中学校の臨時休校に伴い、給食が提供できなかったため、経済的に困っておられる児童生徒に、給食費相当分の昼食費を支給します。さらに、修学旅行の延期措置や、今後もし中止となってしまった場合の追加経費を市が支給し、保護者の経済的負担を軽減いたします。次に、経済支援策としては、感染症拡大の影響を受け、国の持続化給付金の対象とならなかったものの、売上が一定程度減少している事業者に対し、給付金を支給し、事業継続に向けた支援を行います。また今回特に大きな影響を受けている飲食事業者が、テイクアウト等により商品を提供する場合に、販売価格の一部を市が補助し、消費の喚起と地域商業の活性化を図ります。次に、感染拡大防止策といたしまして、災害時の避難所における衛生環境を保ち、感染拡大を防ぐため、飛沫感染防止のパーテーション等を備蓄品として整備いたします。2点目は、感染症拡大に伴い、中止等を決定した事業の減額であります。残念ながら中止となりました、取手・利根川大花火をはじめといたします、さまざま事業の経費や、小中学校の臨時休校に伴い、工事期間の確保が困難となり、今年度の実施を断念した、給食センター調理場空調整備事業、議員の皆様から交付申請の取り下げのあった政務活動費交付金などの減額を計上しております。次に歳入予算の主な補正内容といたしましては、まず旧戸頭終末処理場跡地の売却先決定に伴い、普通財産売払収入を計上しております。また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を計上し、先ほど歳出で申し上げました新型コロナウイルス感染症対策事業に充当しております。さらにこのほか、各歳出事業に伴う
国、県、支出金、地方債などのほか、補正予算の財源調整のため、財政調整基金を繰り入れております。第2票、債務負担行為補正につきましては、サーバー機器等使用料を追加するものであります。また第3票、地方債補正につきましては、指導整備事業の限度額を変更し、給食センター整備事業について、今年度見送ることとしたことから、同事業を開始するものであります。続きまして、承認第6号、令和2年度取手市一般会計補正予算、括弧第2号の専決処分の承認についてご説明申し上げます。補正予算の規模は、規定の歳入歳出予算にそれぞれ7,258,000円を増額し、予算総額を480億1,703万7,000円とするものであります。補正予算の内容は、国の緊急経済対策によります。新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金を活用して実施する事業のうち、特に早期実施が必要な消毒液の無料配布事業や、小中学校や公共施設の再開に関連する経費等について、急遽予算措置をしたものであります。なお、本件につきましては、特に緊急を要し、理解を召集する時間的余裕がないことが明らかでありましたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分し、同条第3項の規定に基づきご報告申し上げるものであります。詳細につきましては、お手元の議案書をご参照いただきますようお願い申し上げます。続きまして、報告第1号から第8号までの8件を一括いたしましてご説明申し上げます。まず報告第1号、令和元年度取手市一般会計予算の継続費にかかる繰越計算書についてであります。本件につきましては、非常用発電設備改修事業及び取手図書館空調設備改修事業にかかる繰越計算書を調整いたしましたので、ご報告申し上げるものであります。次に報告第2号、令和元年度取手市一般会計予算の繰越名許費にかかる繰越計算書についてであります。本件につきましては、令和元年度一般会計補正予算、括弧第11号、第13号、第14号にてそれぞれ計上いたしました。計上いたしましたところの戸頭公園耐震性貯水槽、緊急遮断弁の修繕など、27件の繰越事業にかかる繰越計算書を調整いたしましたので、ご報告申し上げるものであります。次に報告第3号、令和元年度取手市一般会計予算の自己繰越にかかる繰越計算書についてであります。本件につきましては、新型コロナウイルス感染症対策事業として、令和元年度補正予算、括弧第13号で予算措置を行った民間保育園等への補助金について、事項繰越にかかる繰越計算書を調整いたしましたので、ご報告申し上げるものであります。次に、報告第4号、令和元年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算の繰越名許費にかかる繰越計算書についてであります。本件につきましては、令和元年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算の繰越名許費にかかる繰越計算書を調査いたしましたので、ご報告申し上げるものであります。次に報告第5号、令和元年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算の自己繰越にかかる繰越計算書についてであります。本件につきましては、令和元年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算の自己繰越にかかる繰越計算書を調整いたしましたので、ご報告申し上げるものであります。次に報告第6号、令和元年度公益社団法人取手市文化事業団決算報告書、並びに令和2年度公益財団法人取手市文化事業団事業計画についてであります。
本件につきましては、地方自治法第243条の3、第2項に基づき、公益社団法人、もとい公益財団法人、取手市文化事業団より報告を受け、議会にご報告申し上げるものであります。次に、報告第7号、2019年度、公益財団法人、取手市健康福祉医療事業団、決算報告書、並びに2020年度、公益財団法人、取手市健康福祉医療事業団事業計画についてであります。本件につきましては、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、公益財団法人、取手市健康福祉医療事業団より報告を受け、議会にご報告申し上げるものであります。次に、報告第8号、平成31年度、一般財団法人、取手市農業公社決算報告書、並びに、令和2年度、一般財団法人、取手市農業公社事業計画についてであります。本件につきましては、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、一般財団法人、取手市農業公社より報告を受け、議会にご報告申し上げるものであります。続きまして、諮問第1号および第2号の2件を一括いたしまして、提案理由のご説明を申し上げます。現在、取手市には人権擁護委員法に基づき、11人の人権擁護委員が法務大臣から委嘱されております。このうち、羽生武雄氏および菅原君雄氏の2名が、令和2年9月30日をもちまして、任期満了となり、退任されることから、後任の候補者2名を法務大臣に推薦をいたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものであります。まず、諮問第1号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてであります。本件につきましては、新たに本田陽子氏を推薦いたしたく、議会にお分かりするものです。本田陽子氏は、昭和52年から平成26年まで37年にわたり、取手市役所の職員を務められました。また現在は、民生委員、児童委員を務めております。今後も行政職での経験を生かし、ご活躍いただけると考え、新たに推薦をするものでございます。次に、諮問第2号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてであります。本件につきましては、新たに島田三郎氏を推薦いたしたく、議会にお分かりするものであります。島田三郎氏は、昭和54年から平成29年までの38年間にわたり、県南の公立小中学校で教諭として勤務され、教頭、校長まで務められました。また現在は、取手市特別青少年相談委員、水戸家庭裁判所所属の家事調停委員を務めておられます。今後もその経験を生かし、ご活躍いただけると考え、新たに推薦をするものであります。以上、29件を一括いたしまして、ご説明申し上げました。提出した議案につきまして、議案書をご参照いただくとともに、よろしく駆けつけて、またご承認をくださいますよう、お願いを申し上げます。なお、詳細につきましては、この後、担当部長からご説明させていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。先ほど、報告第6号の件名につきまして、公益財団法人と発言すべきところ、公益社団法人と発言をしてしまいましたので、この場借りまして訂正させていただきます。よろしくお願いいたします。議員の皆様、改めましてこんにちは。総務部の鈴木です。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。令和2年度第2回取手市議会定例会に提出させていただく案件は議案18件、承認1件、報告8件、諮問2件の計29件となります。各案件の詳細につきましてはそれぞれ所管の部長から順次説明させていただきます。また報告第6号から報告第8号につきましては主が出資している法人の報告案件となりますので説明を割愛させていただきます。それでは説明を始めさせていただきます。皆様こんにちは。財政部の牧野と申します。私からは議案第31号、32号、47号を一括してご説明いたします。まず議案第31号、取手市税条例の一部を改正する条例についてです。この改正は令和2年度地方税制改正及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置に伴い改正するものです。一つ目は未婚の一人親に対する税制上の措置及び家父控除の見直しについてです。これはすべての一人親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から婚姻歴の有無による不公平と男性の一人親と女性の一人親の間の不公平を解消するため次の措置を講じるものです。はじめに個人住民税の人的非課税措置の見直しについてです。対応する条文は議案2ページ第24条第1項となります。昨年の税制改正により児童扶養手当の支給を受けている未婚の一人親につきましては非課税措置の対象として令和3年度分以後の個人住民税に適用することとされていたところですが、令和2年度の税制改正により児童扶養手当の支給を受けていることを要件とせず、前年の合計所得金額が135万以下の未婚の一人親及び夫婦を対象とすることとなりました。次に未婚の一人親に家父控除適用についてです。対応する条文は議案2ページの第34条の2となります。これまでの家父控除は未婚の一人親については所得控除の適用対象とはなっていませんでしたが、今回の改正により婚姻歴の有無や性別にかかわらず生計維持にし前年の所得金額が48万円以下の子を有する単身者については同一の一人親控除を適用することとなりました。控除額は30万円となります。なお、これらの措置は令和3年度分以後の個人住民税から適用することとなります。2つ目は軽量な葉巻タバコの課税方式の見直しについてです。対応する条文は議案3ページの第1条の表の第94条第2項及び20ページの第2条の表の94条第2項となります。近年紙巻きタバコに類似する軽量な巻きタバコリトルシガーですが、こちらが登場し紙巻きタバコの代替品として販売量が急速に増加しています。軽量な巻きタバコは製品重量 1g を紙巻きタバコ1本に換算して課税されていますが、製品重量が 1g よりも軽いことから紙巻きタバコと比べて税負担が低くなっています。また軽量な葉巻タバコ缶でも製品重量に差があることから税負担が異なっているなど課税の公平性の観点から問題があり課題があります。そこで軽量な葉巻タバコ1本あたりの重量が 1g 未満の葉巻タバコですが、この課税標準について
葉巻タバコ1本を紙巻タバコ1本に換算する方法とすることとなりました。しかし、タバコ関係者に与える影響に配慮する観点から、激変緩和を図るため、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの1年間については、0.7g 未満の葉巻タバコを0.7 本の紙巻タバコとみなして課税する経過措置を講じた上で段階的に見直すこととしています。3つ目は、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設についてです。対応する条文は、議案6ページ、附則第17条となります。土地の譲渡にかかる長期譲渡所得への課税に関する内容となります。都市計画区域内で所有期間が5年を超え、かつ譲渡価格がその上にある建物等を含めて500万円以下の個人の土地で居住の用、業務の用、その他の用途に供されておらず、またその程度がその周辺の地域における土地の利用の程度と比べて著しく劣っていると認められる低未利用土地を令和4年12月31日までに譲渡した場合には、当該低未利用土地の譲渡益から100万円を控除することができることとなったものです。4つ目に、新型コロナウイルス感染症等にかかる寄付金税額控除の特例についてです。対応する条文は、議案7ページの附則第25条となります。政府の自粛要請を踏まえて、文化芸術やスポーツにかかる一定のイベント等を中止した主催者に対し、入場料等の払い戻し請求権を放棄した場合には、寄付金控除の対象とするものです。5つ目は、新型コロナウイルス感染症等にかかる住宅借入金等特別税額控除の特例についてです。対応する条文は、議案8ページの附則第26条となります。住宅ローン控除については、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で個人住民税から控除しているところですが、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居したものについては、控除期間を3年延長して13年間とすることとなっています。新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅建設の遅延等によって、住宅への入居が遅れた場合でも、一定の要件のもとに適用要件を弾力化し、令和3年12月31日までに入居した者については、期限内に入居したのと同様の控除を受けられるようにするものです。次に、議案第32号、取手市都市計画税条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。この改正は、地方税法の改正により、条項の移動が生じたことに伴い、同法を引用する条項の整備を行うものです。次に、議案第47条、私有財産の処分についてご説明いたします。振り払い対象である旧戸頭週末処理場跡地につきましては、平成29年度に現状融資での振り払い及び用途を沿道型小売店舗に限定し、一般競争入札を実施しましたが、入札者がなく未処分となっておりました。振り払いを促進するため、沿道型小売店舗に限定した用途を一部サービス業も可能とし、令和2年4月24日付、再度一般競争入札を実施いたしました。その結果、青木株式会社が4億888万8887円にて落札となりましたので、私有財産の処分について議会の議決を求めるものでございます。以上が議案第31号、32号、47号の説明となります。
健康増進部大野でございます。私の方からは議案第33号取手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。まず今回の条例改正の1点目でございますが、地方税法の改正に伴いまして、低未利用地等のを譲渡した場合の長期譲渡所得にかかる特別控除が創設されたことに伴いまして、国民健康保険税の課税の特例について条項を整備するものでございます。続きまして2点目でございますが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、収入が減少した国民健康保険の被保険者の国民健康保険税を減免するものでございます。まず、保険税減免の対象ですが、2つの条件がございます。1つ目は、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯でございます。この場合は保険税を全額を免除するという形になります。2つ目は、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年より 30% 以上見込まれる世帯のうち、主たる生計維持者の昨年の所得が1000万円以下かつ減少する所得以外の前年の所得が400万円以下の世帯が対象でございます。この場合は保険税の一部を減額いたします。減免額でございますが、減免の対象となる保険税の減免割合をかけた金額となります。減免の割合は被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の合計所得額が300万円以下は10分の10、400万円以下は10分の8、550万円以下は10分の6、750万円以下は10分の4、1000万円以下は10分の2となっております。なお、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、保険税の全額が免除となります。また、減免対象となる保険税ですが、令和元年度分及び令和2年度分の保険税でありまして、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限が設定されているものとなります。今回の条例改正により、該当となる世帯の数でございますが、令和2年3月末の国民健康保険の加入世帯数は16,747で、そのうち事業収入等の世帯数は6,306となっております。この減免措置に関する周知につきましては市ホームページや広報誌のほか、7月中旬以降に発送予定の国保税納税通知書にお知らせを同封してお知らせいたします。また7月18日土曜日および19日日曜日には休日納税相談を実施する予定となっております。なお減免手続きにつきましては国保年金課藤代総合保護窓口で行いますが、郵送での対応も行う予定をしております。以上で説明を終わりとします。よろしくご審議のほどお願いいたします。こんにちは、福士稲葉です。私からは議案第34号から第36号まで、一括して説明いたします。まず議案第34号取手市介護保険条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡した場合や当該感染症の影響により収入が一定程度減少した場合等に対する
介護保険料の減免についての特例措置を講ずるため本条例の一部を改正するものです。詳細につきましてはこれから次に述べます2つの要件のいずれかに該当する第1号被保険者に対し令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が定められる保険料の減免を行うものです。まず一つ目といたしまして新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な疾病を負った場合、もう一つ目が新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の事業収入等の額が前年の事業収入等の額の10分の3以上の減額が見込まれる場合で前年の事業収入等の所得以外の所得が400万円以下の第1号被保険者等が減免の対象となります。続きまして議案第35号取手市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。まず特定教育保育施設とは認可を受けた保育所認定こども園幼稚園小規模保育施設事業所内保育所等のうち市から施設型給付の対象としての確認を受けた施設のことで取手市では次の28所園となります。公立保育所6所私立保育園8園認定こども園10園施設給付型幼稚園2園従来型幼稚園1園公立幼稚園が1つとなっております。そして、特定地域型保育事業とは、0歳児から2歳児までを対象とした、より小規模な保育形態の区分であり、次の4分野で構成されております。まず1つが家庭的保育事業。これは認定を受けた家庭的保育所による所得等での保育。2つ目、小規模保育事業。保育所の小規模版でございます。3つ目、居宅訪問型保育事業、保育を受ける者の居宅に訪問しての保育ということになります。そして4つ目が事業所内保育事業、事業所内での保育という形になります。この地域型保育園保育事業卒園後の受け入れ先確保のための連携施設の確保が不要とされたことから、ある一定の条件を加味した認定外保育施設も連携先として設定が可能になるということでございます。続きまして、議案第36号取手市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。改正の概要につきましては条例の基準となっております厚生労働省令が改正され2点ほど改正されたことから本条例の一部を改正するものであります。まず1点目はさまざまな対応策の活用により引き続き教育保育の提供を受けることができる場合には地域型保育事業所卒園後の受け入れ先確保のための連携施設の確保が不要とされました。2点目はですね保護者の疾患や障害等により養育を受けることが困難な乳幼児に対する居宅訪問型保育の実施が可能であることが明確化されたことでございます。具体的には保護者の疾病、就労、疲労、その他の身体上、精神上、もしくは環境上の理由により家庭において乳幼児をよく養育することが困難な場合と明確されたことでございます。以上、34号から36号までご説明いたしました。よろしくお願いいたします。こんにちは。建設部の前野です。
私の方からは議案第37号並びに議案第40号第41号以上3件につきましてご説明させていただきます。それでは議案第37号、取手市営住宅条例の一部を改正する条例についてでございます。恐れ入りますが議案書3ページ15条4項をご覧願います。一つ目の改正点は、入居者が認知症などにより収入申告の提出が困難な状況にあると認められた際の対応についてです。現行では家賃を決定するにあたり入居者に収入申告を義務付けております。入居者に対し収入状況の報告を請求したにもかかわらず当該入居者がその請求に応じない場合には、市営住宅の家賃は近傍同種の家賃とすることと定められております。今回公営住宅法の改正により、入居者が認知症などである場合の収入申告の義務が緩和されたことを踏まえ、認知症などである入居者が収入申告の困難な状況にあると認められた際には、市自らが所得状況の閲覧などにより収入状況を把握し、入居者の収入実態に応じた家賃とすることができるよう整備するものでございます。続きまして、議案書2ページ、第14条2項をご覧願います。2つ目の改正点は、民法改正による連帯保証人の保証上限額、極度額の設定についてです。令和2年4月1日施行の民法改正により、同日以後に締結される契約につきましては、上限額の定めのない寝保証契約は無効となります。民法改正を踏まえ、現在、寝保証契約である市営住宅の連帯保証契約に関する規定を整備し、保証上限額を設定するものでございます。最後に、議案書5ページ、第42条3項をご覧願います。3つ目の改正点といたしまして、民法改正による入居者に不正な行為がある場合などの明け渡し請求時の適用比率の変更についてです。現行では入居者に不正な行為がある場合などの明け渡し請求における支払い利息は年 5% とされております。令和2年4月1日施行の民法改正により、法定利率は市中の金利動向に合わせて3年ごとに見直す変動利率となることから、明け渡し請求における支払い利息につきましても、民法に定める法定利率すなわち変動利率を適用するものでございます。その他改正に伴う一部文言の追加修正を合わせて行っております。議案第37号の説明は以上です。続きまして、議案第40号、指導路線の開始についてご説明いたします。本件につきましては、野々市区で行われた民間事業者による宅地造成、開発行為により、道路として携帯を有しなくなった指導路線を廃止するため、議会の議決を求めるものでございます。それでは議案書1ページの表をご覧ください。路線名は 1-13365線、起点は野々井292番、終点は野々井294番、延長は40メートルで、幅員は最大で 3.26 メートル、最小で 2.7 メートルでございます。次のページをめくっていただきまして、2ページから3ページ目をご覧ください。市道 1-13365線の一図及び廃止図でございます。夢見野駅の北東側、
市道 1-133 号線に隣接した宅地造成区域内の道路になっております。引き続きまして、議案第41号市道路線の認定についてご説明いたします。本件につきましては、先ほど議案第40号でご説明いたしました野々井地区の宅地造成により新設された道路が民間事業者から市へ記録されたことを受け、市道路線として新たに認定するため議会の議決を求めるものでございます。それでは議案書1ページの表をご覧ください。路線名は 1-1367 号線、起点は野々井292番8、終点は野々井286番、延長は 72.88m で、幅員は最大で 12.26m、最小で 6m でございます。次のページをめくっていただきまして、2ページから3ページ目をご覧ください。市道 1-1367 号線の位置図及び認定図でございます。起点部分は夢見野駅の北東側、市道 1-1334 号線に接続し、終点部分に展開広場を設けた路線となっております。建設部提出議案の説明については以上となります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。こんにちは。都市整備部の斉藤です。よろしくお願いいたします。私からは都市整備部所管の議案についてご説明をさせていただきます。まず、議案第38号、取手市建築審査会条例の一部を改正する条例についてでございます。こちらは先ほど市長からありました通り、緊急を要する場合、かつ特別にやむを得ない事情がある場合、に書面による審議を可能にする条文を追加するものでございます。続きまして、議案第42号でございます。1車窓高校区第1-9号例外区造成工事その3請負契約の締結についてでございます。議案書の4ページをご覧ください。真ん中の下に太枠で囲んだ斜線の部分がございます。この範囲の中には大きな建物が3棟ございました。この3棟を解体除却した後、地下にあります基礎杭を合計354本引き抜くという工事をこの契約により行うものでございます。なお今現在この中で地上の建物の解体の工事がまだ行われている状況ではございますが、この工事が終わった後、速やかに次のステップの工事に入れるように今から契約を結びまして、打ち合わせや準備作業を行いたいと考えているところでございます。次に、議案第43号に車窓工工区第1-1号例外区造成工事請負契約の締結についてでございます。こちらも議案書の4ページをご覧ください。先ほどの場所からやや北側のところに地助坂に面した部分ですが、斜線の部分がございます。こちらには2棟の建物が建っておりました。この建物につきまして、地下構造物、地下室の除却、それから地下の基礎杭の引き抜きという工事を行います。1ページ戻っていただきまして、入札調書がございます。入札は5月26日に実施されました。落札業者は赤塚時は特定建設工事共同企業体でございます。契約金額は3億7800トンで7万円となっております。
私からの説明は以上です。よろしくご審議のほどお願いいたします。教育委員会玉川です。私からは教育委員会所管のご説明をいたします。議案第39号、取手市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてです。この条例の基準省令である放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が改正され、これまで都道府県知事及び政令指定都市の長が行っていた放課後児童支援員の認定資格研修を中核市の長も実施することができるようになったことから、取手市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものです。次に、議案第44号、取手市立宮和田小学校校舎体育館大規模改造工事受給契約の締結についてです。はじめに、契約事項についてご説明いたします。受け入れ業者は、上層大竹特定建設工事共同企業体です。契約金額は7億2490万円、落札率は 97.5% でした。次に、工事の概要についてご説明いたします。議案書2ページの契約についての説明資料に記載の通りですが、これまで実施してきました校舎や体育館の大規模改造工事と大きな違いはございません。安全面等の配慮として、工事の実施にあたっては、児童の通学の動線に配慮し、現場との区画を明確にすると同時に、通路や出入り口の制限に伴う誘導員の配置、合わせて工事業者の利用時間帯を児童の通学時間帯とずらすなど、安全面には十分に配慮してまいります。最後に、全体のスケジュールとしましては、本契約後に受け入れ業者との協議になりますが、児童の学習環境に与える影響を最小限とするため、通常であれば可能な限り夏休み期間中に集中的な工事を行うところですが、今年度は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、夏休みの期間短縮などが考えられるため、工事の方法について、請負業者、学校との協議を十分に行い、調整してまいります。説明は以上でございます。こんにちは。消防本部の中村です。私からは、議案第45号、46号について説明を申し上げます。はじめに、議案第45号、国見消防署大規模改造工事請負契約の提携についてであります。建築後36年が経過した国見消防署の庁舎の外部、内部の改修及び電気工事、機械設備等の改修や更新といったものが主な工事内容でございます。電気設備では、照明器具の LED 化、機械設備では、維持管理コストの削減を図る観点から、給水設備を受水槽から加圧ポンプ式に変更し、施設の硬化水槽を撤去いたします。また、新規に防火ランドリーシステムを設置し、専用の洗剤を使用した洗浄、乾燥により、活動時の汚染はもちろんのこと、感染予防にも効果があり、さらに素材の劣化を防ぐなど、防火の維持管理に優れたシステムでございます。それから、現在女性職員が確実勤務できる施設が取手消防署のみであることから、国見消防署の施設の居室を利用し、女性専用の
更衣室、仮眠室、浴室、トイレを整備、女性職員の配備を可能とすることで、女性職員のモチベーションの向上、および職場の活性化が期待されているところでございます。以上、災害時の活動拠点である防災施設体制の強化と、女性の活躍推進を図るため、この工事を行うものでございます。次に、議案第46号、災害対応特殊消防自動車の取得についてご説明申し上げます。今回更新いたします車両は、取手消防署に配備してから23年が経過した消防ポンプ自動車を更新するものです。特徴といたしましては、キャビンを除く全体を全面シャッターとし、積載品、金魚類等の劣化防止、そして資機材の盗難防止にも効果のある仕様といたしました。また、車内の座席を空気呼吸器内蔵型とし、災害現場に向かう隊員の車内における活動準備が容易にできる空間を確保することができました。その他にも、ポンプ運用時の状況が監視できるディスプレイが設置され、水圧の変化などの異変に即対応できるなど、安全で安定した送水が可能となりました。また、ホース延長時に効果的な電動ホースカーが設置され、職員の負担軽減、および積み下ろしなどの運用上の安全も確保されるなど、より迅速確実な消防活動が期待される車両となっております。以上で説明を終わります。よろしくお願いします。続きまして、議案第48号、令和2年度取手市一般会計補正予算括弧第3号につきましてご説明いたします。令和2年度取手市一般会計6月補正予算括弧案の概要をお配りしておりますので、お手数ですがお手元に議案書と合わせましてご覧いただければと存じます。なお説明は議案書に基づき歳入歳出の順番でご説明いたしますが、歳入のうち歳出に伴うものにつきましては、歳出の説明の際に各部長からご説明いたします。それ以外につきましては、私からご説明いたします。まず、はじめに、今回の補正予算の基本的な考え方は大きく2点ございます。1点目に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施する事業、2点目に新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止等を決定しました事業の減額、これらの2つを基本としつつ、その他緊急性があるもの、特定財源その他の収入で増額となる事業について計上しております。なお1点目の臨時交付金を活用して実施する事業につきましては、5月22日にオンラインにより行いました臨時交付金の実施計画の説明におきまして、すでに事業の内容をご説明いたしましたので、今回のご説明は割愛いたします。どうぞご理解のほどお願いいたします。それでは補正予算の表紙をご覧ください。補正予算の規模は、規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ6億9172万1000円を増額し、予算総額を487億875万8000円とするものでございます。はじめに歳入についてご説明いたします。議案書8ページ上段をご覧ください。15巻国庫支出金、2項国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、市が独自に行う新型コロナウイルス感染症対策事業に充当するものとしまして、2億9526万2000円を増額するものであります。なお、
臨時交付金の第一次分の交付限度額3億4654万8000円のうち、すでに5月22日付の専決処分におきまして、5128万6000円は予算措置をしておりますので、今回はそれを除いた額を計上しております。次に、中段の17巻、財産収入2項、財産売払収入の普通財産売払収入は、以前から売却を進めていました旧戸頭週末処理場跡地につきまして、令和2年4月24日に一般競争入札を執行し、売却先事業者が決定したため、契約予定額4億888万9000円を計上しております。この普通財産売払収入につきましては、公共施設整備基金に積み立てるため、今回の歳出予算に同額計上しております。歳出予算は11ページ、一番下の公共施設整備基金積立金でございます。それでは8ページに戻りまして、19巻繰入れ金2項基金繰入れ金の財政調整基金繰入れ金は、6月補正予算の財源調整のため、1547万4000円を取り崩すものであります。その他の歳入については、歳出に伴うものでありますので、各部長より歳出の説明の際に合わせてご説明いたします。それでは、歳出予算議会費から順にご説明いたします。議会事務局、吉田でございます。続きまして、歳出の説明になります。10ページをご覧ください。1巻議会費、1項議会費の議会調査、運営に要する経費でございます。交付申請の取り下げがありました政務活動費の全額240万円と、委員会視察旅費の50万円、合わせまして290万円を減額するものです。議会費につきましては以上となります。政策推進部、伊橋です。よろしくお願いします。政策推進部所管事項について説明させていただきます。10ページをご覧ください。中段第2巻総務費第1項総務管理費秘書事務に要する経費、市長交際費については、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種行事やイベント等が中止や延期となっているため、ここ数年の実績以上の歳出見込みはないと判断いたしまして、40万円を減額するものです。同じく下段の都市間交流に要する経費については、新型コロナウイルス感染症の流行が世界規模で拡大傾向にあることを受け、夕馬市への訪問および夕馬市からの受け入れについて、夕馬市と取手市の双方で確認した結果、事業が困難と判断いたしました。判断いたしまして中止といたしました。総額188万5千円を減額しております。内訳ですが、ホストファミリー謝礼21万円、夕馬市派遣に伴う学生派遣者補助金50万円等となります。なお、都市間交流事業すべてを中止するものではなく、過去の姉妹都市交流参加者同士やホストファミリーによる動画等による交流を計画しております。続きまして、28ページの下段から29ページをご覧ください。9巻教育費5項社会教育費の市民芸術活動の推進に要する経費65万7千円を減額するものです。事業の内訳としまして、取手スクールアートフェスティバル委託料は市内の全高等学校7校の美術作品の展示や吹奏楽部の演奏会などの経費30万円、また6月に予定しておりました小中学生の取手美術作家展ギャラリーツアーバス借り上げ料35万7千円を減額するものです。
ともに新型コロナウイルス感染症拡大防止及び学校の授業数の確保ら中止とするものです。同様に東京芸術大学と交流に要する経費405万円の減額は東京芸術大学との文化交流事業委託料として小学校への美術指導、中学校吹奏楽部への音楽指導を行う予定でした。コロナウイルス感染症拡大防止及び学校の授業数の確保は難しいことから東京芸大及び市教育委員会と協議し中止としたものです。続きまして、アートのある街づくりに推薦に要する経費は砦のアートプロジェクトが実施する事業の補助額を決定したことにより砦アートプロジェクトへの補助金として一般財団法人時事総合センターの地域の芸術環境づくり助成金500万円と文化庁の文化芸術振興費補助金418万1000円を計上しております。本事業の歳入については8ページをご覧ください。15巻国庫支出金2項国庫補助金の文化芸術振興補助金で418万1000円、同じく8ページの下段21巻諸収入6項雑入の地域の芸術環境づくり助成金で500万円を計上しております。再度29ページにお戻りください。新型コロナウイルス感染症対策経費の創作活動拠点オンライン公開事業委託料350万円は市内で活動しているさまざまな芸術家の創作活動拠点の取材、芸術家へのインタビューや活動の様子をインターネット上に公開することで現在活動の場を失っている芸術家への支援と芸術と市民の接点づくりを行うものです。ウェブサイトの構築や映像の制作及び配信についても市内の芸術家が行うことでアートの街、砦の魅力を広く発信するものです。なお、今回新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止としました砦スクールアートフェスティバル委託料と東京芸術大学との文化交流事業委託料の財源に充当していましたハロウィンジャンボ宝くじ収益金、市町村交付金をアートのあるまちづくり推進に要する経費とアートギャラリーの管理運営に要する経費に財源充当を変更させていただいております。よろしくお願いいたします。総務部鈴木です。総務部所管の補正予算について説明させていただきます。まず補正予算書4ページご覧ください。第2条債務負担行為補正サーバー機器使用料です。行政事務の効率化に欠かすことのできない ICT の活用に際しては高度なセキュリティと信頼性を有する庁内情報系システムおよびネットワークの安全かつ安定した運用が必須となっております。これらを構成する各種サーバー等の情報機器および関連システムがリース期間満了となることから新規に5年リース契約を行うものです。期間は令和2年から令和7年まで、限度額は2億6836万円となります。続きまして予算書12ページをご覧ください。2巻総務費、1項総務管理費、10目地方振興費、事業名地区集会所整備に要する経費、地区集会所建設等事業費補助金73万2000円の増額補正です。
取手市地域集会所建設等補助金要項に基づき、自治会・町内会が自主的に行う地域集会所の修繕等に要する経費の一部を市が補助するものです。今回の補正は2件分となります。まず1件目、桜ヶ丘第2集会所につきましては、非常用外階段の修繕となります。建築後23年が経過し、腐食の程度が著しく、使用時に危険を伴う恐れがあるため、この度修繕を行うこととなりました。補助額は45万円となります。2件目は山王東集会所になります。昭和55年の建築時からすでに40年以上経過しており、老朽化に伴うシロアリの被害により、畳、床、柱に大きな損傷が生じてきたため、損傷部分の修繕を行います。補助額は28万2千円となります。以上、2件分の合計で73万2千円の増額補正となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。まちづくり振興部の野口です。よろしくお願いいたします。まちづくり振興部紹介についてご説明いたします。補正予算書8ページ、上段をご覧ください。はじめに15巻、国庫支出金、2項国庫補助金のプレミアム付き商品券、事務費補助金、可燃度 につきましては、令和元年度に実施しましたプレミアム付き商品券事業の完了に伴い、実績が確定したため、概算払いによって支払われていた国庫補助金について、不足額が交付されたことから、110万8千円を計上しています。続きまして、歳出についてご説明させていただきます。補正予算書12ページ下段をご覧ください。2巻、総務費1項、総務管理費の可燃度国庫支出金等、過去の返還金は、先ほど歳入でご説明させていただきました令和元年度実施のプレミアム付き商品券事業で商品券のプレミアム分となるプレミアム付き商品券事業費補助金の事業実績による精算で返還額として2527万3千円を増額するものです。同じくその下の1項の特別定額給付金給付事業に要する経費は、特別定額給付金給付事業において、一日も早く市民の皆様に給付することを目指し、全庁的な職員体制により時間外や週休日も事務を進めることにしたことから、時間外勤務手当など、職員手当を2000万円増額いたします。一方で、業務委託や事務機器賃貸借やの契約締結による執行残額が発生することを見込み、需要費、役務費、委託料や使用料及び賃借料などの物件費で合わせて2000万円を減額いたします。次に補正予算書18ページ下段になります。4巻衛生費、2項清掃費の人海収集に要する経費は、令和2年3月末で戸頭町内会での空き缶回収事業が終了し、空き缶の収集運搬を要する集積所が増加したことから、人海収集運搬委託料56万3千円を増額いたします。また、新型コロナウイルス感染症対策経費として、市内の小中学校の休校や臨時緊急事態宣言の発出により在宅勤務が長期化し、家庭ごみの収集量が著しく増加したことや、さらに今後も感染拡大予防として新たな生活様式への移行、定着に向け、家庭ごみの収集量の増加が見込まれることから、人海収集運搬委託料897万6千円を増額いたします。合わせて人海収集に要する経費として
953万9000円を増額補正するものです。次に補正予算書21ページになります。6巻商工費1項商工費の商工観光に要する経費は令和2年度の市観光協会事業において6月20日開催予定だった取手市市政施行50周年記念第67回取手利根川大花火をはじめ4月29日開催予定だった子ども天国、例年8月第4土曜日開催予定の取手利根川灯籠流しが中止になったことに伴う扶養額について市観光協会補助金を2582万円減額いたします。どうぞよろしくお願いいたします。健康増進部大野でございます。続きまして健康増進部所管の補正予算の方のご説明をいたします。補正予算書14ページをお開きください。上段にございます3巻民生費1項社会福祉費健康づくり推進事業に要する経費でございますが、こちらは地区内の医療機関と地区住民が連携したフレイル予防の取り組みを行うことで地区内の健康づくりを進めていくフレイル予防事業について公益財団法人地域社会振興財団の長寿社会づくりソフト事業費交付金の採択の内示を得まして159万9000円を増額しております。これに伴いまして歳入の方で8ページをお開きください。こちらの下段21巻初収入6項長寿社会づくりソフト事業費交付金として事業費同額159万9000円を計上しております。再びお戻りいただきまして14ページになります。14ページ下段の3巻民生費1項社会福祉費チャレンジデー事業に要する経費でございますが、こちらにつきましては新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりまして参加を中止とした、中止としましたので全額の100万円を減額しております。以上よろしくお願いいたします。続きまして福祉部所管の補正予算についてご説明いたします。議案書15ページ2項児童福祉費3目児童入所費民間保育園運営に要する経費は市内の民間の教育保育施設24施設に対し令和元年度と令和2年度の2か年で1つの園50万円を上限に新型コロナ感染症対策費用として補助金を交付するものです。令和2年度分の交付額は21施設704万2千円です。歳入につきましては戻りまして8ページ15巻国庫支出金2項国庫補助金2目民生費国庫補助金保育対策総合支援事業費補助金704万2千円を新たに計上しており全額国の補助となります。続きまして4目保育所費保育所の管理運営に要する経費は公立の保育所6施設の新型コロナ感染予防対策費用として使い捨て手袋ペーパータオルマスク等の保健衛生用品購入費用150万円を増額計上しております。令和元年度と令和2年度の2か年で1つの円50万円を上限に全額国から交付されます。歳入につきましては8ページ15巻国庫支出金2項国庫補助金2目民生費国庫補助金保育対策総合支援事業費補助金150万円を新たに計上しております。以上となります。
農業委員会事務局の三井氏です。農業委員会所管分をご説明いたします。補正予算書19ページの中段をご覧ください。5巻、農林水産業費、1項、農業費、1目、農業委員会費、10番、農業委員の報酬等に要する経費でございます。新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、農業関係の各種行事等が中止になっていることから、会長交際費を2万円減額するものでございます。以上です。よろしくお願いいたします。それでは、建設部所管の補正予算についてご説明いたします。2件ございます。まず1件目は、建設部管理課所管分です。補正予算書21ページ、下段をご覧ください。7巻、土木費、1項、土木管理費、25、道路管理に要する経費は、市道 1-23205 線の道路側溝排水の流末を確保するため、それに伴う排水施設整備に向けた測量設計委託料として1000トンで52万7000円を計上しています。財源の内訳ですが、歳入として市道整備事業債780万円を充当しております。詳細につきましては補正予算書9ページに記載しておりますので、合わせてご覧ください。それでは、当該補正予算の概要についてご説明いたします。米の市先の市道 1-23205 線において、道路側溝の排水が個人の土地に埋設された排水管に接続されていることから、その土地所有者から市に対し、早急の改善を求められております。これを受けて、現地の確認並びに隣接する地権者へ聞き取りを行った結果、この排水管は取手市で施工されたものではなく、民間事業者により埋設された管であるという情報が得られました。この情報をもとに、民間事業者に対し事実関係を確認したところ、昭和61年3月に個人の土地に埋設し、一道内の道路側溝の終点となる流末部分もこの排水管に接続したことや、排水管の所有権はこの民間事業者であるということを確認することができました。なお、土地の所有者はこの土地の有効活用を図るにあたり、当該排水管が支障をきたしているということから、今すぐにでも排水管を撤去したい意向を示しております。もしこの排水管が撤去された場合には、道路側溝に流れている雨水、並びに周辺宅地からの生活排水の流末が断たれる結果となり、溢れ出した排水が一道終点付近の民地内に流れ込むことにより、環境面なども含めた大きな被害を与えることが危惧されております。この事態を回避するために、市では道路側溝の流末となる新たな排水施設の整備に向けた設計業務と測量業務を早急に進める必要があります。その経費といたしまして、測量設計委託料を今回の補正予算で計上するものでございます。続きまして、建設部水と緑の課所管の補正予算についてご説明いたします。補正予算書22ページ上段をご覧ください。7巻土木費、3項都市計画費、33、水辺利用推進に要する経費は、4月29日から5月5日に開催を予定していた、鯉のぼりプロジェクト in 岡崎が
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となったことを受け、こいのぼりプロジェクト実行委員会への補助金として計上していた20万円を減額補正するものでございます。下段に移りまして、37フラワーカナル事業に要する経費は、5月17日に開催を予定していた小貝川フラワーカナル春の花祭りが新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となったことにより、音響設備委託料14万9千円、並びにイベントで使用する自家発電機の燃料費として計上していた2千円の合計15万1千円を減額補正するものでございます。建設部所管の補正予算は以上となります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。消防本部の中村です。8巻、消防費の補正予算についてご説明申し上げます。補正予算書23ページをご開きください。中段の消防団の運営に要する経費は、9月に開催を予定しておりました取手消防団消防ポンプ操法競技大会の中止に伴い、大会運営にかかる報奨費、費用弁償、工事請負費など合わせて363万5千円を減額補正するものでございます。以上で説明を終わります。よろしくお願いします。教育委員会田中です。教育委員会所管事項につきましてご説明いたします。補正予算書24ページ第9巻教育費総務事務に要する経費です。新型コロナウイルス感染症の影響により各種行事やイベント等が中止延期になっていることから、教育庁交際費の全体の 25% 程度にあたる2万8000円を減額するものです。続きまして、2つ下の項目教育総合支援センターに要する経費です。小中学校における児童生徒の不登校状態の解消や未然防止を図るため、児童の相談相手に家庭訪問を実施するスクールライフサポーターを市内小学校2校に配置するための経費として31万2千円を増額するものです。この財源につきましては、県委託金のスクールライフサポーター配置事業委託金31万2千円を全額充当いたします。次に下の項目移動学習バス委託事業に要する経費になります。本事業は社会科見学と訪問先である公共施設、福祉施設、工場などの移動手段として民間バスを利用するためのものです。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、3密の状態が発生しやすいバスでの移動は感染防止の観点から控える必要があることから、今年度は本事業を中止するため233万2千円を減額するものです。次に25ページ上段、外部施設を活用した水泳学習推進事業に要する経費につきましては、5月28日付で茨城県より示された学校再開ガイドラインに照らし合わせ、バスによる外部の民間プールへの移動に伴う密集・密接の場面が想定されるため、児童生徒の健康と安全を第一に考え、外部施設を活用した水泳学習は今年度実施しないこととし、水泳学習業務委託料とバス借り上げ料を合わせて2245万6000円を減額するものです。次にその下の小学校保健衛生に要する経費につきましては、例年夏季において実施しております水泳学習について、新型コロナウイルス感染症拡大を防止する目的から更衣室等でいわゆる3密状態を避けるため水泳事業を行わないこととしたことから、プールの消毒薬品と水質検査料151万7千円を減額するものです。続きまして26ページ、今年度の
全国体力運動能力運動習慣等調査、いわゆる体力テストにつきましては、令和2年4月14日付、17日付、スポーツ省次長通知により、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染状況や、学校の再開状況、学校現場の負担軽減等を踏まえて、中止となったことから、体力テスト、集計業務委託料について52万円を全額減額するものです。次に、小学校教育振興に要する経費につきましては、水泳事業と同様、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、夏季 PTA プール事業についても実施しないことから、関係経費34万円を全額減額するものでございます。続きまして、給食運営に要する経費につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年3月3日から春季休業開始日の前日までの間における一斉臨時休業期間において、学校等給食の中止により、一斉臨時休業期間中に使用予定であった給食食材等をやむを得ず廃棄処分した供給業者に対し、仕入れ等にかかった費用等について補助金を交付するため、189万4000円を計上したものです。こちらの事業費の4分の3については、全国学校給食会連合会から学校臨時休業対策費補助金を受けられるため、雑入として142万円を充当しております。また、令和元年度中にキャンセルできずに支払った食材費の一部については、令和元年度取手市一般会計補正予算第14号に事業費として歳入、歳出を計上しましたが、歳入の受け入れにつきましては、6月以降になるために、先に予算して措置しておりました21万4千円を可燃度分として再計上しております。続きまして27ページ、中学校保健衛生に要する経費につきましては、小学校保健衛生に要する経費と同様の理由から、プールの消毒薬品と水質検査料、体力テスト、集計業務委託料を合わせて48万3千円を減額するものです。続きまして28ページ、給食運営に要する経費につきましては、小学校費の給食運営に要する経費と同様の理由から89万6千円を計上したものです。こちらの事業費の4分の3につきましても、全国学校給食連合会から学校臨時休業対策費補助金を受けられるため、67万2千円を充当しております。次に30ページ、給食センター運営に要する経費につきましては、小学校費、中学校費の給食運営に要する経費と同様の理由から166万1千円を計上したものです。こちらの事業費の4分の3につきましても同様で124万5千円を充当しております。最後にその下の給食センター施設整備に要する経費につきましては、市内小中学校の臨時休業に伴い、今年度の事業数確保の必要性から、夏季休業期間の短縮を想定していることから、当初、夏季休業期間中に施工予定であった学校給食センターの空調設備工事の施工期間の確保が困難となることから、今年度の事業を中止し、その必要経費6000万円を減額するものでございます。この事業費の財源内訳として、学校施設整備金繰入れ金1500万円、地方債の給食センター整備事業債4500万円についても同様に減額するものです。教育委員会所管事項については以上となります。次に5ページにお戻りください。第3票、地方債補正でございます。上段の指導整備事業については、先ほど建設部長から説明もありましたように、一同工事に伴う設計委託料の財源として、地方債を活用するため、限度額を変更するものでございます。下段の給食センター整備事業については、先ほど教育部長から説明がありましたように、今年度は事業を中止としたことから、
地方債の廃止を行うものでございます。以上が令和2年度取手市一般会計補正予算第3号の説明になります。よろしくお願いいたします。続きまして承認第6号令和2年度取手市一般会計補正予算第2号の専決処分の承認につきましてご説明いたします。お手元に令和2年度一般会計5月22日専決処分専決補正予算の概要をお配りしておりますので議案書と合わせましてご覧いただければと存じます。今回の補正予算専決処分につきましては国から新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付限度額が示されたことから臨時交付金を活用して実施する事業のうち特に早期実施が必要な消毒液の無料配布事業や小中学校公共施設の再開に関連する経費等について補正予算措置を行いました。これに伴い特に緊急を要し市議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったことから5月22日付で専決処分を行ったものでございます。それでは補正予算第2号の表紙をご覧ください。今回の補正予算は規定の歳入歳出予算の総額7025万8000円を増額し予算総額を480億1703万7000円とするものでございます。なおこの補正予算の内容につきましても5月20日にご説明しておりますので今回の説明は割愛させていただきます。ご理解のほどお願いいたします。続きまして報告第1号令和元年度取手市一般会計予算の継続費にかかる繰越計算書につきましてご説明いたします。お手元にお配りしております議案書をご覧ください。こちらにつきましては継続費を設定している事業であります非常用発電設備改修事業および取手図書館空調設備改修事業にかかる繰越計算書を調整いたしましたのでご報告申し上げるものでございます。続きまして報告第2号令和元年度取手市一般会計予算の繰越免許費にかかる繰越計算書につきましてご説明いたします。お手元にお配りしております議案書をご覧ください。こちらにつきましては令和元年度一般会計補正予算第11号第13号第14号におきましてそれぞれ計上いたしました戸頭公園耐震性貯水槽緊急遮断弁の修繕など27件の繰越事業にかかる繰越計算書を調整いたしましたのでご報告申し上げるものでございます。続きまして報告第3号令和元年度取手市一般会計予算の自己繰越にかかる繰越計算書につきましてご説明いたします。お手元にお配りしております議案書をご覧ください。こちらにつきましては新型コロナウイルス感染症対策事業としまして令和元年度補正予算第13号で予算措置を行いました民間保育園等への補助金について各保育園等が補助金を用いて購入する消毒液等の納品が遅延し年度内に事業完了が困難になったため自己繰越を行うものでございます。これに伴い自己繰越にかかる繰越計算書を調整いたしましたのでご報告申し上げるものでございます。私からの説明は以上となります。改めまして都市整備部の斉藤です。終わりが近づいてまいりました。私からは報告第4号でございます。まずはじめに報告第4号の鏡表紙をご覧ください。そこに令和元年6月8日提出と記載したまま今回議案を提出してしまいました。正しくは令和2年6月8日提出
となります。大変申し訳ございませんでした。議会の開会までに斉藤議長に文書にて、訂正をお願いする予定でございます。今日のところはその訂正が行われるという前提でご覧いただければと思います。それでは説明に移ります。報告第4号。令和元年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算の繰越名許費にかかる繰越計算書についてご報告でございます。繰越の主な内容としましては、暫定交通広場の整備に向けて地下構造物撤去を行う工事及び営外区に関連する建物移転保証費となっております。次に報告第5号。令和元年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算の自己繰越にかかる繰越計算書についてご報告でございます。内容につきましては、営外区の造成に関連しまして、建物移転保証費につきまして、対象物が大規模施設のために解体に不足の日数を要したことから、自己繰越にかかる繰越計算書を調整いたしましたので、ご報告申し上げるものでございます。私からは以上です。改めまして、政策推進部、宮氏です。私からは、諮問第1号および第2号の人権擁護員の推薦につき意見を求めることについてご説明申し上げます。当時の人権擁護員11名のうち2名が令和2年9月30日をもって任期満了を迎えます。今回任期満了を迎えるのは羽生武雄氏及び菅原君雄氏については、長期間にわたって人権擁護員として ご活躍いただいております。いずれも本人から今任期で退任したいとのご意向が示されたため、後任の人権擁護員候補者として新たに2名を法務大臣に推薦した議会にお諮りするものです。新たにご推薦する方の経歴等につきましては、お手元に配布してあります議案の裏面に記載しておりますので、ご確認をお願いします。まず諮問第1号でも意見を求める本田陽子氏につきましては、昭和52年から平成26年まで37年にわたり取手市役所の職員を務められました。また現在は民生委員児童委員を務めております。なお人権擁護員に対するご本人の考えとして、高齢者の人権に関心があり、高齢者が地域で自分らしく自宅で安心して生活できるよう、これまでの経験を生かし人権擁護活動に取り組みたいとのお言葉をいただいております。このことから、これらの人権問題に対して適切なご助言やご対応をいただけるものと考えます。また人格見識高く、人望も厚く、広く社会の実情にも精通していることから、今後も行政職での経験を生かし、中立公正な立場で人権擁護員として ご活躍いただけると考え、人権擁護員の候補者として法務大臣に推薦するため、人権擁護委員法の規定に基づき、議会の意見を求めるものです。次に、諮問第2号で意見を求める島田三郎氏につきましては、昭和54年から平成29年まで38年にわたり、県南の公立中学校の教諭として勤務され、教頭、校長まで務められました。現在は取手市の特別青少年相談員、水戸家庭裁判所所属の家事調停員を務めておられます。なお人権擁護員に対するご本人の考えとして、
教職に長年携わってきた経験から、児童・生徒に思いやりのある心を育てる人権教室をはじめ、社会生活 全体に人権擁護活動を浸透できるよう、使命と誇りを持って地域に貢献していきたいとのお言葉をいただいております。また、人格・見識高く、人望も厚く、広く社会の実情にも精通していることから、今までの経験を生かし、中立・公正な立場で人権擁護員としてご活躍いただけると考え、人権擁護員の候補者として法務大臣に推薦するため、人権擁護委員法の規定に基づき、議会の意見を求めるものです。説明は以上となります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。今回提出させていただく案件の説明は以上となります。議員の皆様には改めましてよろしくご審議賜れますようお願いいたします。本日は長時間にわたり大変ありがとうございました。ありがとうございました。大変お疲れ様でした。議案に対する質疑がある場合は、6月4日午後3時までに文書による提出を願います。回答を受けての再質疑は本会議で行いますのでよろしくお願いいたします。これで終了となりますが、この後会派代表者会議を15分後にズーム上で開きますので、会派代表者の方は接続を切らずにまた画面の前にお集まりください。お疲れ様でした。